おい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 、懐かしいの来ちゃったな。おい、覚えてるかお前ら、クターだよ。俺がな、小学生ぐらいの時かな、ブラウザゲームであって、でね、これを技術室のパソコンとかでやってたような記憶があるな。そのクターシリーズのゲームをちょっと今日は久々にやってみてえなと思います。後ろのやつとか、なんか天使のクターとか、あんなのいたんだ。なんか死んでるけど大丈夫？なんか、まあそりゃ結構年代経ってるからね。まあ死んだんだろうな、何匹かな。よし、やってみよう。遊ぶ。うわ、何これ。ちょっとこんなのあったかな、当時の。当時のなんか昔のやつも遊べるらしいんだよな。このリフトとか当時やってた気すんだよな。ちょっとやってみるか。始める。あ、金取んのか。金取、1ヶ月300円取んの。よし。じゃやってみよう。クターのリフト。うわ、懐かしいな、この感じ。え、これどうやってやるんだっけ？ロケ地テクノ高原。これ乗るのかな？あー、こういうことだ、こういうことだ。これタイミングよく乗っていくみたいな感じだ。うわー、懐かしい。こんなあったな、そういえば。うわー、ようこれ遊んでたな、昔こんな感じのゲーム。あ、だんだん速くなってくんだ。あ、速いよ。捕まって。後に乗るやつら、ちょっと大変じゃない？だんだんちょっと速くなってきてるね。いや、速くなってんのかな、そもそも。なんか後ろのやつが何乗ってんの、あれ。あれ出れんのかな。緊急脱出ボットみたいなの持ってるけど。これで、あ、これで失敗する前ずっと、とりあえずやり続ければいいんだ。うわー、これ、失敗せんぞ。小学生の時はさ、それは失敗したかもしんないけどさ、もういざ大人だったら失敗しないんだけど、こんな喋りながらも失敗しないぞ、これ。あ、でもまた、これ、いくつまでいけんの ?100 とかいけんのかな。あ、でも速くなってきた、速くなってきた。だんだん速くなってきた。緩やかに速くなってきたよ。おー、速い、あ、速い。結構速いかも。うん、だいぶ速くなってるよ、これ。これ失敗したらどうなんだろうな。ちょ、このままちょっとやってみるわ。36、30、ああ、いやあの、誰か、犠牲者が、お亡くなりになられた、クターが。で、後ろのあそこの、天使、うわ、これ懐かしい。そうだ、失敗すると、プイーンってなるの。うわ、めっちゃ懐かしいんだけど。109位にランクイン。あ、109位になったんだ。そんなやってないだろ、人。110人中109位とかじゃないの。え、じゃあちょっと他のもやってみよう。ロデオ。あ、これやってた気すんな。ロデオ。どうやってやんだろう。全然遊び方わかんねえけどな。久々すぎてな。クターのロデオ。ああ、これ、あ、落ちないようにすんだったわ。あ、落ちないように、ああ、どうすればいいんだ。で、ちゃんとできてる。できてる、できてる。この、うまくバランスを取っていくってことだ。あ、こうやってね。クターを、ちょっとこうやって横にしながら、指でね、ちょっと横にしながら、これ当時はね、マウスでやってたからな。ちょっと指とマウスじゃね、感覚じゃ、あ、だんだん待って、激しくなってきた、激しくなってきた。起こせ、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 起こせよ。あ、こういうことね、こういうことね。うわぁ、やべ。あ、ブヨってなるよ。懐かしい。あ、432。あ、そんなやってんの？ユーザーいたんだ、そんなに。いや、あの、プイってなるのがクソ面白すぎだろう。クターのわらしべ。ちょっとこれやってみようかな。これ当時あったかな？S 氏の挑戦状。なんだこれ、なんかストーリー挟んでる。これは新しいやつかな、新しいやつっぽいな。売り切れ。あ、これをどん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 交換していくってことね。何を交換するかみたいな。あ、これ持ってくんだ。だん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 上げなきゃいけないってことね。まあ、このティッシュとかいいだろ。最初ティッシュだろ。で、だんだん上げていくために、まあ、ちょっとしょぼいとこから攻めていこう。ティッシュでなんかもらいました。で、さらに上げます。でも、上げたのが嬉しいのがちょうど、まあ、リンゴぐらいがちょうどいいんじゃないかな。で、リンゴ上げます。で、ちょっとグレードアップします。で、戻ってくるから、それよりさらに上のグレード。リンゴだもんな。結構ちょっといいとこ行っちゃったかもしんないな。ジュース。ジュースはまだギリギリいけるだろう。ジュースあげます。で、持ってきます。結構もう上がってきてるよ。したらもう、まあ、この、ひよこちゃん。あ、これでいいんだ。まず最初何やる？ティッシュだろ。まず最初ティッシュあげよう。これ、こいつあげる。あ、え、やだやだって言われたんだけど。あ、あげるやつも？うわー、これ、待って、こいつリンゴ好きだろ。リンゴ、あ、くれる？なんか。で？あ、これであげればいいんだ。こいつジュースあげてみようか、こいつに。あ、ティッシュ、あ、いら、いやいや、グレーダウンしね。グレーダウンしてないか。ティッシュこいつあげてみよう。いるかな？あ、いらないって。じゃ、ちょっとこれ。うわー、こいつ欲しがるかな、ひよこちゃん。ひよこちゃん結構でも強いはずだぞ、これ。うわ、いらねえ。待って、ゴミ返されるんだけど、毎回。これいるやついるかな、これ。こいつは、あ、え、待って、え、なにこれ、こけし、こけし誰か欲しがるやついいんじゃない。こけし、こいつ、いいもんくれんじゃん。え、
何だったのこれ。15わらってどういうこと。え、なに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 、あ、もう時間がないよみたいな。あ、プレゼント何もなかった、何もなかった、プレゼント。そういうことね、最後何持っていくかってことね。うわ、こけしよかったんじゃない。ちょっともう一回やってみよう。この草持ってこう。草、牛絶対いいはず。で、このご飯、コーヒー、これでいこう。まず牛に草あげる。いいもん食う。おお、牛乳、おしおしおし、いいぞ。牛乳来たぞ。牛乳欲しがりそうなやつ。他欲しがりそうなやつ。こいつ何なんだろう、こいつ。こいつなんかちょっとお腹いっぱいそうだけどな。ジュース、こいつ好きそうな。あー、ティッシュはゴミだ。飯、こいつ飯欲しがるんじゃない。うわー、やべえ。ちょっと待って、こいつ牛乳、牛乳こいつ。うわちょっと待って、ティッシュ、ティッシュ誰かに渡すと良かったやついたんだよな。あ、これだ、こけし、こけしあげるか。コーヒー、誰かコーヒー欲しがるやついたから。こいつコーヒーじゃない。うわ、ラストシーン行こう。これ、こけし。あ、よー、やった、喜んでくれた。なんだったのまあ、うまいこと交換すればよかったみたいな感じなのかな。まあいいや、他にあるか。ちょ、縄跳びとかちょっとこれ懐かしいよ。あ、書いてあるわ。当時、通算1500万以上のダウンロードを誇る大人気 PC ミニゲーム第1弾復刻。あ、ダウンロードでもあったんだね。それの1500万ってやばいよな。これが第1作目。1999年だもんな。そうだよな。俺子供の頃だよ。うわ、ちょっと待ってな。うわ、懐かしいちょっと待って。バカ懐かしいんだよ、このブラウザー。Windows じゃん。こんな感じだったな、当時な。なんかめっちゃ懐かしいよ。この画面が。はい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 。こういうこれ。もうこれだけ。これだけだから。当時。当時の子供。今君たちね、アプリゲームとかで、ちょっといろいろとさ、面白いゲームいろいろできるかもしんないけど、当時の子供はこれは限界値だったんだから。これめちゃくちゃ面白かったんだから、どうしよう、お前これ。あはやったわ。ほら、これで爆笑してたんだから。当時、俺らは。ここら辺も、あ、ほら、うわ、2000年1月だって。うわ、これとかめっちゃかもしんねえな。知ってみよう。うわ、ちょっと待って、懐かしい。この辺の画面超懐かしいんだけど。で、これで、飲むと、あー、レンダゲーか。え、ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って、どういうことだ。全然久々すぎて覚えてないよ。上手に飲めってことだな。これをこう、うまいことを吹き出さないように。あ、こういうことだね。ちょっとこうやって、休憩しながら飲むと。はい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 。で、早めに飲む。いけー！あー、飲んだ。あ、で、この秒数ってことね。何が面白いんだって思ってるかもしれないけどね。面白かったんだよ、当時、これが。うわ、ちょっと待って、これ魔球とか超懐かしいかもしんね。ちょっとこれやってみよう。うわ、この辺の画面のやつめっちゃ懐かしいな。これで、打てばいいってことだな。ほっ、あ、え、ちょっと待って。全然打てないんだけど。全然打てないよ。ちょっと待ってね。あ、ボールをタッチしないとダメなんだ。お前、これわかんないよ。じゃ、ボールタッチすればいいってことね。じゃあ、いけるいける。はい！おー、いけ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 いいよいいよいいよ。はい、来た！ゴーラー！あ、じゃあ、これ反射神経を競うゲームだ。小学生の時の反射神経に関しては確実に落ちてるからな。だからちょっとこれきついかもしんない。小学生の方がうまかったかもしんないな。おー、なにこれ？なにこれ？魔球だわ。二つあったよ。ダミーがある、ダミーが。どっちどっち、あー、こういうことか。二つ押さないといけないんだ。どっちが本物ってこと？え、これ、あー、難しい。でも昔よくこれクリックでやってたよな。これに関してはタップの方が楽だわ。ちょっと待って、めちゃくちゃ懐かしいんだけど、ちょっとこれすげー面白いわ。ロケット、うわ、これちょっと待って、ロケットとか懐かしいかもしんない。うわー、これちょっと待って、この画面覚えてっかも。シューティングみたいなこと？あー、こういうことか。こうやって避ける感じだな。うわー、懐かしい。あ、これとかもうこんなのずっといけちゃうよ。リンゴワークとか。あ、これでなんかちょっと加速だわ。え、こんなのね、ずっとできちゃいます。はっきり言って。もう小学生の時から、俺ちょっとレベルアップしてるから、こういうのに関しては。あ、余裕余裕。あ、余裕だね。全然これ失敗する気はないわ。うん。あ、失敗、あ、
まあそうですよ。さすがにね、もうちょっともう昔からもう20年経ってますからね。20年以上経ってるからね。ちょっともう一回やろう、これ。これ面白いわ。いやまあ、でも失敗しないわ。もう一回もう分かったから。もう失敗する気がしないよ。こんなの。いや、失敗するやつの顔が見てみたいね。な、これ1位取れんじゃないか。もしかしたらランキング。もう1位取れるな、これな。リンゴ欲しいね、リンゴ。よしよし、いいよ。あ全然ダメじゃん。全然ダメでした。ごめんなさい。もう、ひどいスコアだったわ。ちょ、ラストはこのクタのエンドロールでね、まあ、締めたいよね。あ、でもこれもやっぱ昔のやつなんだな。うわ、くそ、この感じの画面が懐かしすぎるだろう、これ。あ、こうやってね、うまいこと避けていくってことね。視聴率がどんどん、視聴率そもそもゼロだったんかよ。全然ないじゃん。あ、これなんか取った方がいいのかな、これお金？あ、じゃあ爆弾、地雷じゃねえか、お前これ。地雷やんけ、お前。お金だと思ったわ。なんで地雷あんなに仕掛けたんだよ。今日も動画を見てくれて、マジでありがとう。みんなのおかげでね、幸せな一日を過ごせました。今後もね、面白い動画バンバン作っていくんで、ぜひともね、チャンネル登録、高評価、そしてね、過去の動画も見てください。ということで、コアラでした。またね。よし。